名古屋のミニシアター、シネマスコーレミニシアターは、日本の映画館のうち、ブロックブッキングなどによる大手映画会社の直接の影響下にない独立的なものを指す故障である。旧来の単関系を含む、一般に定員200人程度までの小さい映画館であることが、ミニという名称の由来である。2015年現在、多くのシネマコンプレックスにおいては、 定員200人クラスのスクリーンは標準サイズであるがミニシアターという用語が出現した当時特に首都圏においては定員500人級ないし1000人級というスクリーンが標準であったためそれと対比してミニと称されたただし口述の通りあくまで運営形態などを指すものであり館の規模だけによる分類ではない例えばピンク映画や 日活ロマンポルノを上映する成人映画館でも特にこれらが活発に公開されるようになった1970年代以降に開業した映画館では200人以下の規模の施設が多いが一般的にはミニシアターとは呼ばれず稀に小劇場と呼ぶことがある上映作品は都市部の場合映画館が決めた方針によって上映される映画のジャンルが決まっていることが多いしかし 地方では映画館の館数が少ないこともあり都市部でヒットした作品を後で上映したり、名画座的な工業の間に新作を入れる程度のミニシアターやシネコンで一スクリーン程度を常時割り当てている地域限定展開のシネコンなどもある。1968年に設立された岩波ホールの総支配人だった高野悦子と彼女を支えた東宝東和の河木隆子が、 1974年にエキプドシネワをスタートし、ロードショー公開されない、世界中の良作を上映する運動を始めたことが、ミニシアターの始まりである。これに先立つ1973年11月に、三越が日本橋本店の南館内に、名画座の三越映画劇場第1号館を作り、以降展開され、全国複数の三越店舗内にミニシアターが建設された。 三越映画劇場は、東映社長の岡田茂が、同姓同盟で、仲の良かった三越社長の岡田茂に建設を提案したもので、東映の岡田は、キネマ旬報1972年10月上旬号のインタビューで、私はミニシアターシステムを考えている。映画館のない都市、盛り場に80坪でも100坪でもいいから、ミニシアターを作るんだ。 もちろん映写はオートマチック。失われた映画館の復活だ。これをチェーン化してやればいい。独立プロの連中が苦しんでいるのは工業部門がないからなんだ。だからこそミニシアターチェーンの意味も出てくるのだと話すなど、当時の複数の文献でミニシアターチェーン構想を述べており、実際に東映でも1979年4月に東映シネマサーキットという ミニシアターチェーンを発足させている。原正人はミニシアターの先駆は何と言ってもシネマスクエア東急ですよと述べている。シネマスクエア東急を建設したのは当時東急レクリエーション社長を兼ねていた岡田茂東映社長であった。1980年代中盤にヌーベルバーグの作品国やニューシネマパラダイス、ベルリン、天使の歌などのヨーロッパ映画が上映され、 ミニシアターブームと呼ばれる現象が生まれた。現在でもこれらに近い系統の主に女性向けの映画が多く上映される傾向にある。一般的にミニシアターイコール単観上映と捉えられがちだが2003年頃から複数の映画館で一斉に封切られるミニシアター作品も増えてきた。加えて2006年頃から生じ始めたシネコン館の競争の中で ミニシアター系と分類される作品を上映するシネコンが増加し、最終的に上映感が150巻という映画も存在している。例として誰も知らないなどが該当する。平均的には全国展開のシネコンチェーンで公開されるなどして30から40スクリーンで公開する作品も多く、それらも一般的にはミニシアター系と分類されるため従来から使われている。 単管系、全国拡大系といった分類は曖昧なものとなっている。加えて2007年以降、ミニチェーン、単管拡大系と呼ばれる公開形態も減出するようになった。シネコンでミニシアター作品が上映されるようになり、さらには配給会社とシネコンとの力関係その他の事情により、その地域ではシネコンでしか上映しないミニシアター作品も現れるようになった。 その結果、シネコンとミニシアターの住み分けが崩れつつあり、それが、旧来のミニシアターの工業や経営に影響を与えるようになってきた。また、若者のミニシアター離れも重なり、2010年頃からミニシアターの閉館が続いた。2020年6月、アップリンクの元従業員5名が、同社の取締役社長、浅井隆から日常的に、 パワーハラスメントを受けていたとして、損害賠償を求める訴訟を起こし、11月には、ユジクアサガヤの元スタッフ数名が、経営陣からハラスメントを被っていたことを告発した。こうした、ミニシアターで起きるパワハラ問題について、映画愛を口実にしたやりがい搾取が起きやすいと、組織的構造上の欠点を指摘する意見もある。ミニシアターの客席現在、東京では、 渋谷に多くの短関系のミニシアターが集まっている。北海道、青森県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、1999年、閉館2003年、閉館2008年、閉館2009年、閉館2010年、閉館2011年、閉館2012年、閉館2013年、閉館2014年、閉館2016年、閉館2017年、閉館2018年、閉館2019年、閉館2020年、閉館。 ありがとうございます。